こんにちは、ギタリストの松原由美です。普段はいろんなところでライブをしたりレコーディングをしたり、質問し放題のジャズギターのオンラインサロンをやったりしております。今回やっていく曲はこちらでございます。チキンです。ザ・チキンです。はい、今回弾いていくのは寄せ木ミュージックの寄せ木のギターです。はい、でザ・チキンということなんですけど、作曲者がP.B. エリスさんとなっております。アルフレッド・ P.B. エリスさんという方ですね。サックス奏者です。ジャコパスの曲じゃないんですね。はい、ジャコパスが弾いて有名になった曲です。はい、では今回の動画ですね、ちょっと初心者向けですかね。やっぱり初心者がちょっとワンランク上のこのチキンでバッキングをうまいことできるようになろうというような、動画になっております。ちょっとボイシングをね、ワンランク上のボイシングをちょっと紹介しますので、それをぜひぜひちょっと1個か2個でもね、覚えて実践していただいて、結構ね、情報量多くなっちゃったんですけど、もっとくれよという方はですね、さらにボイシングいろんなのをオンラインサロン用に別動画で、アップしておりますので、そちらもチェックしてください。オンラインサロン入るでもいいし、あと今 YouTube のメンバーシップでもオンラインサロンの動画見れるという仕組みにしましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。そっちのね、サロン用動画ではこのファンキーな動画のカッティングのテクニックみたいなね、ちょっとフィジカルな内容も、お話ししてますので、バッキングのコツですね、はい、ぜひぜひファンキーなバッキングを身につけてセッションで活かしていただければなと思います。ではちょっとコード進行をね、一応見ていきましょうかね。はい、でチキンなんですけど、一応なんとなくちょっとブルースっぽいのかな、まあでもブルースじゃないかなというような感じになってますね。はい、で全部セブンスコードで、まあで111、これ1コードですね、ルート、まあ B フラットの7の B フラットのキーで、はい、でここで4度進行して B フラットから1234って数えて E フラット4つ目の音で4度進行って言うんですけど、 E フラットに行って、まあ、ここまでブルースなんですよね。1、4小節で4行って2小節で、でここからなんかちょっと変わってセブンスで、ここ半音下がって、でここまた4度進行して、でここからここまた4度進行して、まあブルースなのか、そうでもないかみたいな感じの曲になってます。でも全部セブンスコードで、ちょっとね苦手、ソロするときとかね、苦手意識のある人とかも、いるかもしれないですね、セブンスコード。はい、まあ、今回はねバッキングの話なんで、はい、で、そんなにこの曲を分析して思い悩む必要もなくですね、なんかとりあえず ボイシングとなんかフレージングをいろいろ覚えてファンキーに弾きまくろうみたいな曲ですね。はいあまり深く理論的に分析するような曲ではないかなという感じです。はい、ではボイシングをじゃあ紹介していきます。でこれ僕よく言うんですけど、過去の動画でも B フラット7って言ってこのボイシングが出てくる人はもう今すぐやめてください。はい、これですね、これこれか、 B フラット7、これが出てくる人は、はい、もう絶対もう二度とそのボイシングは弾かないでください。最初のコードブックに書いてあるやつなんですけど、非常にダサいですし、共演者に迷惑がかかるし絶対そのボイシングを弾いてくださいって、ギターのね仕事を始めて指定された時にだけ弾いてください。誰から求められることもなくこのボイシングを弾いてはいけません。はいでは行きましょう。これの代わりに最初に、覚えるジャズギターのボイシングみたいなのは、一度フラット7度3度でこれですね、これ拡大しましょうか、じゃーん、はい、これを覚えてないよという方はぜひ覚えてください。 B フラット7です。はい、で今回、まあ、これをね弾いてもいいんですけど、ちょっと弾いてみますよ。これを弾いてもいいんですけど、ちょっと別のを紹介します。とりあえずじゃあこれを B フラット7だで覚えたとして、でこれでじゃあバッキングをしてみます。オケに合わせていきます。
いいですよ。全然悪くないと思うんです。なんだけど、まあ、ちょっと重たいかなと。そうだ。ついでに、じゃあ E フラット7もやりましたけど、1、3、フラット7。まあ、ちょっとね、同じようなボイシングで、はい、6弦ルートで、これが5弦ルートですね。はい、基本的なジャズギターのボイシングみたいな感じで覚えるボイシングはこの2つなんですけど、はい。で、今回提案したいのはですね、これを弾かない。これを弾かないです。はい。この上んとこだけ、このフラット7と3、あと今度 E フラット7行ったら3とフラット7。この2個だけ、これだけ弾きます。で、これだけを弾くと、どうなるかっていうと、こうなるんですけど、さっきこうやって弾いてたんだけど、まあ僕は人差し指と中指で、じゃあ例えばこれは弾くとします。何でもいいんですよ。どれでもいいんですけど。で、こう下がるだけなんですね。で、これで E フラット7に今行きました。今ルート弾いてないからちょっと分かりにくいけど、B フラット7から E フラット7に行くんだけど、この3と7、フラット7だけ弾いてます。で、こっちの方がバッキングとしては適していると思うんですよ。ちょっとやってみましょう。はい、どうですかね。こっちのが良くないですか。最初に、まあ弾き方もあるんだけど、ちょっとわざとらしくやってますけど、こっちは軽くなるんですよね。軽く、はい。で、これは今バンドがこう、もうすごい音楽的な話にすごいなるんですけど、めっちゃ大事なのでもう強調していますけど、これ今バンドがいる状態で、ドラム、ベースがもうガチャ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 やるわけなんですよ。まあ、この曲はガチャ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 やる曲なんですけど、で、ガチャ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 ドラムと、まあすごい言葉が悪いね、いい感じのタイトなリズムで、ファンキーに演奏してる中でですね、結構ベースも忙しいじゃないですか。いろんなことやってる中で、ギターがちょっと分厚いサウンドを出しすぎると重たい。なんでギターはね、まあ、いなくていいんですよ。ぶっちゃけ。いなくていいんですけど、ちょっとだけそのいなくていいギターが、そのバッキング、じゃあバッキングしてるってことは、まあソリストが誰かいるわけなんで、サックスなり、別のギタリストなり、キーボーディストなりが、ソロをしてる後ろでなんかちょこっといるっていうのは、まあギターの役目なんですね。まあだから、そんなにめちゃくちゃ存在感を出さなくていいと。ちょっといい感じでなんかこう、スパイスみたいなのを足せればいいよねっていうのは基本的にギタリストの役目なので、真面目な話してんな今日。すげえな。はい。超大事な話をしてるなと今、我ながら思ってしまいました。はい。そうなんで、あんまりですね、こう、ガチャ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 やりすぎないっていうのは一個コツとしてありますね。まあなんで、この低い方のね、弦を弾くと、こう、これね、どうしてもこう、重たくなるんで、まあなんか使うんだったらこんな真ん中あたりとか、まああとちょっと上とかね、上の方のボイシングもちょっと紹介しますけど、はい、あとここにナインス入れたりとか、こんなのね、あとは E フラットだと6とか、こことか、これ昔僕教わりましたね。ニーボリギターでギター始めた時、エレキギター始めた。それはここにナインスを入れるわけなんですけど、でまあそれもまあそれでもいいんだけど、ちょっとこの重さをねこうなくして、このルート弾かないって、このルート弾かないってのはプロっぽくないですかね。なんかプロっぽくはないか。はい。まあでもちょっと上手い人っぽくなるわけですよ。こういう風にやると。こういう、同じボイシングでずっとやってると、なんか、
そんなにプロっぽくない。そんなにプロっぽくない。まあでもなんか、っていうとかやってるとちょっとプロっぽいという感じですね。まあ今のもなんかこういう、ここ弾いて、みたいな。あとこれとこれを弾いて。まあ、これをずっとこれを弾いてるわけじゃなくて、これとこれをちょっと分けて弾いたりとかね。なことをやるとこう小技なんですけど、そういうのやるとこうプロっぽいバッキングみたいな感じになるよねということで、まあ今初心者向けってね、この動画最初に言ったんですけど、このファンキーにね、このリズムタイトに弾くのって結構難しいので、てかすげえ難しいんで、それはもう根気よく練習するしかないんですけど、まあ ぜひそのリズムの練習とかをね、メトロノームとかするときに、まあこういうことをしてみると。ルートを外して、最初この3と7だけ、みたいな。余裕があったらちょっとこの辺足してみるということで。どうですかね。こんなんやっていくと、かなりね、なんかファン、なんていうんですかね、ちょっとだけスパイスを与えるような、こう、バッキングっていうのに、こう、近づいていくんだと思うんですよね。で、デュオでやろうとかいう感じになったら、ギター1本でこの、チキンのギターデュオでじゃあセッションしましょうとかってなったら、これルート弾いた方がいいですよ。これ弾きましょう。これ弾かないとね、だんだん何の曲だか分かんなくなってくるんですよ。このコードのルートね、 B フラットだったら B フラットの、音はすごい大事なんですけど、うん、ドラムとベースいる場合はですね、まあ繰り返しになりますけど、いなくていいわけです。あんまりいなくていいわけです。はい、もうこれでいいわけですよ。もう曲はもう進んでいくんで、僕いなくたっていいわけです。これちょっといるぐらいです。かもしれないですけど、まあなんかどうですかね、 いなくていい感分かります。 いないでよかったでしょ今別に、はい、ずっと最初からで弾かなくてもいいわけですよね。はい、はい、なので そんな意識をちょっと持つと、音楽的にね弾けるんじゃないかなと思いますね。あとその共演者に好かれるバッキングというか、ギタリストは仕事の7割がもう楽器バッキングなんで、バッキングあんま上手じゃなくてソロだけ張り切るギタリストはね、大体嫌われますんで、はい、ぜひぜひ気をつけていただいて、はい、まあ、ソロも頑張るんですよ。もちろんソロも頑張るんですけど、バッキングするときにね、いい感じで、ソリストが気持ちよくなるようなバッキングを、もうまあ初心者向けの動画なんですけども、そのあたりから、その初心者の段階からちょっとそういうのを頭の片隅に置いて、こういうバッキングして いけると、いいんじゃないかなと思ってね、はい、こんな動画を作っております。はい、今やったのだいぶちょっといろんなボイシング弾いちゃったんですけど、この後オンラインサロン向け動画の方で、もうちょっとこれよりね、いろんなボイシング紹介していきたいと思いますので、もっとくれよと、これじゃ足りねえよという方はですね、はい、ぜひぜひオンラインサロンの方入っていただければと思います。あとメンバーシップ、YouTube のメンバーシップの方でもオンラインサロンの動画見れるコースっていうのをね、設定しましたので、オンラインサロンの動画、どんどんアップしていきますので、今までのね、200本ぐらい動画があるんで、レッスン動画どんどんアップしていくので、よかったらそっちもチェックしてみてください。こんな感じでどうですかね。はい、B フラット7、こうで、はい、続きもやりますか。D7 もやりましょう。D7。D7 は、あ、違う。D7 は、1、3、フラット7ですね。で、まあ、これがなくなりますと。こんなのもありかな。5。こうやってね、紹介していくと本当、
もうキリがないぐらいあるんで、こうあんまりね情報を出し与えすぎるとなんかこう嫌になっちゃうかもしれないんで、ちょっと気をつけなきゃなとは思うんですけど、フラット7で3なんですけど、このね、この B フラット7とこの G7 は一緒ですよね。まあ、今ここまで来てますけど、曲のこれはまあちょっとずれただけですよ。これがこのままここにこの辺にずれたっていうだけで、あの6弦のルートなんでね、 G6 弦ルートの形なんで、であと5弦ルートの形、これとこれはもう半音ずれてるだけですね。はい。なので、まあ、この形をここ D7 のとこで使ったっていいし、Bb7 のとこをこうやって G7 で使えるわけですね。はい。9インスがだからここになります。はい。とか、まあ、13はここにあります。はい。で、ルートは弾かないということなんで、はい。どんどんボーシング増えていっちゃいますね。これ覚えるやつね。はい。これをね、一個一個個別に覚えておくと大変なんで、まあなんか一個か二個覚えて、あとは使ってですね、使えるようになったかなと思ったら次に行くとかね、いう感じで、とりあえず、一個か二個覚えて、実際に弾いてみるっていうのがすごい大事だと思います。こういうね、OK がありますんで、YouTube の上にもありますし、こういうのを使ってですね、はい、なかなかね一気には覚えられないので、徐々に覚えていくんですけど、一回ね、からくりみたいなのがだんだん分かってくると、覚えるのも早くなってくるかなと思うんですけど、最初の段階はですね、もう丸暗記するしかなかったりするので、大変だなと思うんですけど、そのね、コードをなるべく忘れないように覚える技とかも、いろんな動画をオンラインサロンの中でアップしてますので、よかったら本当に見てみてください。はい、こんな感じかな。はい。あともう一個コツ言いましょうか、ちょっと。今これ勘のいい方は気づいた方いると思うんですけど、結局ねこんなボイシングなんかよりファンキーなこういう曲でいい感じのバッキングするのって結構 リズムとかこうニュアンスの出し方の方がすごい大事で、まあ、そっちの方が難しいよねみたいな話なんですけど、僕がよくやってんのはこれオンラインサロンの中でもよく言うんですけど、これ半音ずらし、これやるだけでだいぶこう雰囲気出るというか、ちょっと変化がつく。なんかね、なんかプロっぽくなりやすいと思うんですよね。で、ギターはこう半音ずらしが超楽なんで、こうただね、同じ形でずらすだけなんで、ピアニストとかと半音ずらしがそんなにこう、指の形はちょっと動かないと、半音で弾くって結構大変なんですよね、ピアノだと。ギターだともう、全く、指固めてずらせばいいだけなので、これはもうギターはね、半音ずらしをするために生まれた楽器ではないですけど、はい、すごい楽なテクニックでいい感じになるので、ぜひぜひ使ってほしいんですよ。はい、じゃあちょっと半音ずらしせずにバッキングして、その後半音ずらししてバッキングしてみたいと思います。最初にやっちゃったけど。とりあえずなしに。ずらします。はい、こんな感じで、どうですかね、半音ずらしした方が大体かっこいいでしょう。はい。これは、初心者の頃からできるので、ぜひぜひやってみてください。はい。
では今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。はい、ボイシングもうちょっと紹介する動画をオンラインサロン用に撮りますので、よかったらそっちも見てみてください。はい、では今日はこの辺でお別れしたいと思います。今日はチキンの解説を、チキンのバッキングの解説をね、やっていきました。もし好評だったら、初心者バージョンじゃなくて中級者バージョンみたいな、上級者バージョンみたいなのを撮ったりとか、あとソロですね、チキン、このセブンスコードの上でどうソロすんのかみたいなソロのアイデアとかも撮っていきたいと思いますので、希望あったら、コメント欄で教えてください。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。松村です。ボーカリストの市川美鈴です。ピアノの瀬田颯太です。この度市川美鈴さんのビートルズジャズカバーアルバムがリリースされまして、ツアーに行きます。ビートルズの素晴らしい名曲がたくさん収録されております。9月の22日、23日、24日をスタートに京都、名古屋、浜松とフルメンバーで回ります。そしてその後はなんと10月に沖縄行きます。この3人で沖縄です。ここからのスケジュールは3人で14、15、沖縄の本島のうるま市と石垣島に行きます。その後11月25、26、27、富士、群馬、栃木、3日間3人で回ります。詳細は概要欄を見てください。これを逃すとツアーなかなか行けないと思うので、ぜひ来てね。待ってまーす。